さて、では、トマスを探せの続きをやっていきますか。トマスを探すね。はい。で、今は、ジャックね。ジャックもね、マリアンのお父さん、亡くなってしまいましたね。で、今、庭にね、庭という保養所にね、ちょうど来たところですね。で、なんか子供がずっとうろちょろしていて、何でしょうかね。確かサットネスっていう名前らしいんですけど、はい、その子を追いつつ、この庭に入ってこれた感じですね、ようやく。じゃあ、続きをやっていきましょう。これ。あ、そうだ。ね。ちゃんとね、コントロールでね。見なきゃ。はい、じゃあ4見ていきましょうかね。血みどろのスーツケースとテディベアと、何があったんだろう。とりあえずちょっと靴が散乱してるんで見ていきましょう。はい、いい靴や。質感いいよね。靴底もこの色なんだね。へえ。で、これ、はい、見ていきましょう。うわー、すげえノイジーだ。おお、耳が。へえ。地獄じゃん。何があったん、これ。So it's true. The Neva massacre. マジいか。need to find this Thomas guy and get the hell out of here. そうだね。で、まあそう簡単に出れなさそうだけどね。あとなんかこれ下のやつが気になる。なぜ。ああ、もう一回。ああ。何があったんだろう、これ。びっくりするわ、こんなん。こんなんびっくりするでしょうよ。よし、じゃあ一旦とりあえず置きますか。何の音なんだろう。けど、今の感じだと虐殺っていうか、なんか銃声が聞こえるわけではなかったですよね。どういうことが行われたんですかね、この。この場所で何が行われたのか。いやー、ちょっとびっくりするわ。ああいう感じで音鳴らされたらね、そりゃね、びっくりするて。よっしゃー、行きましょう。結構もういろんな人のね、実況もうやってる感じですよね。いろんな人が。まあ、やりやすいっすもんね、こういうホラーゲーって。いやー、Hello? おお、びっくりした。ちょっと待って、音でかいわ。は Anyone? い。Thomas? You there? トーマス。いやー、びっくりするわ、これ。はい。こんぐらいかな。You there? Everybody here? こんなもんかな。いいですねー。こういう雑誌でね、その、やっぱ場所が、の何が、流行ってるか、そういうのか分かりますからね。スプリング。おー、この反射いいな、反射が。いいですね。なんか目隠しされてない？左上の女性。ハワイ。どういう雑誌なんだ、これ。じゃあちょっと読んでいきましょう。春号、現代女性のためのニュースにお得情報、そして実用的なアドバイス。先祖の井戸、ヨアンナ・クミレブスカの新作ベストセラー。専門家が答える読者質問コーナー。おしゃれなスカートに使える10の裁縫テクニック。現代女性のためのっていうね。働く女性の味方の本なのかな、これは。なるほど。
なんでこういう本がここにあるのかって話ですよね。だから保養所なんで、まあ、家族を連れてきてっていうところですよね。で、家族サービスのための施設でもあると思うんですよ、ここって。だからこそそういうテキストがあるのかな。あれは？トラベルインスタイル。豪華な旅を。快適な旅を。なんかいいね。思い出しますよね。そのバイオショックとかの感じよね。本当の、バランスとか。いやいや、もうフラグ感あるけどね。快適だったのか何なのか、収容されていたのか、本当に何が起こってんだろうね。で、周りは火事これ。火事かな？ちょっと灰っぽいですよね。いや、しかし、質感がいいね、本当に。もうちょっと隅々まで見ていくんでね。さて、これはなんだね。じゃあ、読んでいきましょうか。あ、子供の本だ。だからやっぱ家族でここに来てってことですよね、保養所。うちの会社にも保養所ありますけど。ね、なんか使う機会がなくてあんまり使えてない。ザ・ダッキン。わ、何これ、ちょっと怖いな。何これ、ちょっと怖い、本当に。何この、サーカス？口？舌？マッチ？何この。なんだこれ、謎だな。ザ・ダックリング。ポーランドの伝説。バベルの丘のドラゴン。ページ4。どうして俺の歯は抜けるんだ？ページ7。7。学校へ戻れ。ページ7。7じゃないよ。ページ9。パズルとクロスワード。ページ10。その他にもコンテンツがたくさん。どうして俺の歯は抜けるんだ？学校へ戻れっていうのもちょっとまた 嫌だな、それな。とりあえず、年始、特になし。裏が怖い。組み立てたりとかするね。昔そういう付録付きいっぱいあったよな。地図だ。わあ、大事な地図だな、これはね。ホテルにはプラン。まあ、とりあえず舞台は1999年なんですよね。ノストラダムスが、の予言があったタイミング。まあ、俺も生きてる時ですもんね、これ。ホテルメインエントランス。今、俺はどこに？ああ、ここにいるのね。ああ、プールとかあんだ。へえ、プールとか、裏世界のプールとかちょっと気になるね。デイルーム。結構、グリッド的な感じですよね。しかも、フロア多くない？これ。何フロア？何階建てなんだろう、これ。1、2、3、4、5、5階建て？ 6、もっとか。これちょっと探索するの超大変ですよね。とりあえず今いるのがロビーで、レセプションがあって、エレベーター、プール、サウナあんの？いいね。サウナでかいしね、しかも6番。いやー、ちょっとテンション上がるね。プールとサウナある。かなんかあったりします？なんか奥の気になるけど、あれは特にか。よし、じゃあ、真ん中の方行ってみますか。ああ、いいね、いいね、質感が。階段がある。じゃあ、とりあえず右でしょ。てか、階段、一応登っとく？ここは、いつ解体されたんだっけ？まあそういう年代とかもメモっといた方がいいよね、正直。あ、これがデイルームですか。子供が楽しめるには。いやー、なんか嫌な想像しかできないよね。なんかオープニングの
モノクロの白黒のね、映像とか結構、ちょっと待って、子供たちが、娯楽室、子供たちが最も安心できる場所には、そっか、ねえ、何があったんだろうね、実験とかがあったとかかな、それとか、レストラン、2話のレストラン、国民が愛する味、いいですね。このエレベーターはもちろん使えないよね。で、もともとのこの土地に何があるのかっていうのもありますよね。このホテルができる前。それも気になるしな。ここはとりあえずロンドンじゃなくて。よし。でもこれ読みますよね。読みます。あ、落書きがある。特に何があるってわけではない。なんだこりゃ。すごいなんか、あれだな、電気が切れそうな音がしている。おう。ホテル宿泊者名簿。コワルスキー・ブルノン。スモク。コワルスキー・ブルノン。スモク。ハリナ。この点は、そういう点じゃないよね、多分ね。ビクトリア・マウラーってこと？マウラー、ビクトリア。ゼラゾ・ボリス。どういう区切りなんだろうな。一人の名前の話なのか、それぞれなのか。てかまあ、この感じだと、それぞれなのか。F はいないか、とりあえず。まあ、てか、あれか、宿泊者じゃないからね。ちょこちょこ出てきている F。ボリスだって。ボリスってなんか、ラストオブアスにも出てたよね。パート2の弓がめっちゃうまい。ボリス。コワルスキー・ブルノ。スモーク・ハリナ。マウラー・ビクトリア。ゼラゾ・ボリス。なんか、TK は関係ないか。木に掘られてた、マークみたいな。よし。で、バレリーナ。ワーカーリゾート。とりあえず何か見たら年始。ボリショイ劇場のスター、ビビアンには労働者保養所。へぇー。あ、もしかしたら、このバレリーナが、ダンサーがここのには保養所に来てくれたみたいな話。その日に何かあったのかな？ビビアン。ウェストウッドだっけ？じゃあちょっと中入りましょうか。この、ちょっと走れんだっけ？走れる。とりあえず中入るでしょ。じゃあしゃーす。モスクワ、ロンドン。よし、いいぞいいぞ。マッピングはできている。うわー、ちょっと怖いよ、シリー。勝手に反応するのはね、今、ホラーゲームやってるから、マジで勘弁してほしい。おっと、鏡だった。これ、鏡か。これは？あ、プール。じゃない。湖か。湖のそばで充実した時間を。実際にあったものなのかとかも気になってくるよね、本当に。
体？おお。ん？左はガラスか、単純に。雲の巣がすごいね、本当に。これはまたあれじゃないですか ？F？15 分以上使用した。うん、ずっと使ってるわ。はい。これはまた F からのメッセージがあるんじゃないですか？管理人の郵便はがき。昇進。マジで？昇進できたんだ。よかったじゃん。じゃあちょっと裏を読んでいきましょうか。ああ。ああ、この電気のノイジーな感じがまたいい。イレイザーヘッドとか思い出しますね。こういうノイジーなサウンド。オッケー。ああ、これ大丈夫だよね。これ。うん。じゃあ読みましょう。僕の愛しい人よ。愛しい人。君を訪れると、じゃないよ。君を訪ねると約束したのは、わかってるけど。ん？訪れるだって。うん。聞いてくれ。はい。昇進したんだ。おお、よかったじゃんか。うん。やったよ。新しい部長になったんだ。これがいい機会なんじゃないかと本当に思っているんだ。再出発。故郷と呼ばれる場所。僕と君と子供たちにとってね、子供がいると。うん。おかしな話なのはわかってるけど、考えといてくれ。僕は永遠に君のものだ。F。F の名前が本当に気になる。こいつはいつか得るのかな？死体とかでいたりすんのかな？おかしくなってなきゃいいけどね。タバコの吸い殻がひどい。喫煙所みたいなところ。まあ、ホテルなのか、保養所っていうのがまた絶妙ですよね。ホテルとかだったら、オーバールックホテルとか思い出しますしね。シャイニングオマージュもありそうだ。ああ、やべ、カットシーン来た。はい。なぜか、懐中電灯が落ちている。あれは、後で私が拾うのか。ボルトカッターが必要だ。マリアンの細さだったらこの鉄格子横に行けば入れるんじゃないか。そしてこれは誰かが見ている。うおー。Hello。ああ、マリアンの不安そうな顔が。お、え？チンって。あ、さっきのあの女の子か。チンチンっつって。お、ピカピカしてるってことはね。Easy, Marianne。うん、つけ。It's just a good old-fashioned haunted hotel。そうだよ。オーバルクホテルだ。うん。ね。これ何もない。とりあえず。わかったわかった。ちょっと行くからちょっと待ってって。でーん、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 でーん。シャイニングオマージュ絶対ありそうだな。やばい、チンチンってしてる。これをしてるってことはさ、ここにいるんじゃない？で、年始でも見えないし。どうなってんだこれ。はい。ちょっと押してみましょう。わー、ライティングはいいですね。てか、電気は普通についてんだよね。だからトマスが先に何かしてるのか。そしてそのボール出た。そのボールに触ると、スタンドが発動。うわぁ、わぁ、耳が。おぉ、出た、トレーラーであったやつだ。あ、悲しみ。かわいい。サンです。足がそんなになってんだ。てか足と腕の付け根がやばいね。サッネス。本当だよ。曲がいいね、またね。悲しみだけしか覚えてない。ちょっと名前思い出そうよ。大丈夫、それもなんか探しとくよ。そう、友達ね。一緒に遊んでたりとかしてたんでしょうね。デイルームで。なんで？なんで？みんなマスクつけてんだよね、幽霊は。
何があったんだそれ。思い出せない。あ、知ってるけど思い出す。あのね、オッケーオッケー。それはまあ本当に落ち着いたらでいい。 All by yourself? うん、うん、そうなんだ。一人。 Boring again sometimes. I can imagine. まあそうだよね、なんもないもんね。 This place must have been. 一応楽しいみたいなポスターいっぱいあるけどさ。 So busy. People coming and going. そもそも右腕どうしちゃったの。 Always someone to play with. そうなんだ。それはあのずっと幽霊だった時の話これ。so, 生きてた時とかじゃなくて、うん、Tell me, はあ、今あんなどうしたん、うん、いいよ教えて。 remember, people stop coming. なるほど。 only a few 残ったのは数人、数人いるじゃん、うん、But、人は来なくなって悲さあ悲しみや怒りでいっぱいになって。 F のこともえマジで超嫌なんだけど。I can take care of myself. でもそんなレベルじゃないんじゃない、もしかしたら。I was wondering, have you seen Mary Jane? おお、すごい自由に動けるな。あ、っていうかさ、あれ服に超画がついてない映画。私と遊んで。ああ、いいよ。全然。ね、あのクラクションとか鳴らして楽しんでたしね。But I need your help first. はい。Yes. Yes.うわ、すごい楽しそう。そう。トーマス。知ってる？トーマス。あら、ちょっと知ってる感じだな、これな。うん。うん。どういう状態なんだろう、これ。何年間ずっと、どんぐらいいるんだろう。いや、いいね、ベクシンスキーのね。3階？いやいや、3階、あの、現実世界だとさ、あの、現実、あ、行っちゃった。え、これどうするの？これ現実世界の方と幽霊世界、精神世界の方って階段が、この物理的なことってどうなってるのかなみたいな話だよね。よし、じゃあちょっと新しいジョブができたのかな。トマスを探すで、2階で悲しみと会う。悲しみと会う。え、何この不気味な絵って。ああ、これか、あの悲しみが書いてくれた人ね、やつだよね。はい、わかりました。さて、じゃあ2階にとりあえず行きましょうって話だよね。で、この階段を登るにはどうやって登ればいいのかという話もありつつの、そしてベクシンスキーアートが見えますね。いやー、最高最高最高。やっぱこのね、大敗的なやつはもうたまらんよね。うん、てかそもそもさ、この 2つの状況だってもう完全にアセット違うもんね。あるなんかシェーダーだけ差し替えるとかは確かにちょっと現実的にありそうだなと思ったんですけど、もうそんなレベルじゃないぐらい精神世界違うんで、これまたさあれ探索し直しですよね。うん、いやー素晴らしいなー。もうよく言えばね、この半分じゃなくて下だけもちょっとじっくり見たいっていうのはあるよね。で、おそらくだけど、一旦これ階段を登ろうとする作業が必要なんじゃないかと思うんですよね。で、登れないことを把握するっていうね。うん。うん、で、登れません。はい、わかりました。これを登るためにはどうすればいいですかという話だよね。どうしようかな。奥行くのもありなんですけど、一旦手前ってか近いやつから探索をしていきます。で、あっち側、骨だ。なんでこんな描写になるんだろうな。あ、けど微妙にあれか、行けるところとかは近いんだ。いや、面白い感覚だよな。サットネスは右手がダメで、あ、なんか歪んでる。こっちは壁だから行けませんよっていうね、物理的なやつはあるんだね。で、こっちも空いてないから行けませんよと。はい、わかりました。しゃがめ？しゃがめない。で、こっちは、あ、ここの
同じものは触れないのかな。あ、こっちだけしか見えないのか。そうかそうか。オッケー。把握。で、まあ戻れないですよと。オッケー、こっち側は特にない。はあ。で、じゃあ、そうなると、まあこっち？こっちだけ開くとかはないかな。ないか。まあほとんど同じような作りになってんだね。いやー、この2画面で同じカメラワークだったらいけるのか、逆に処理を軽減させるっていう。An elevator. Might as well see if it works. 動くかしら。いや、動く気配ないけどね、こんな状況で。あ、絵はないんだ。ない理由ってありそうだよ。あ、そうか、エレベーター触ってなかった。あ、一応開いた。動くのこれ。へえ。いや、これで行くのかな、そしたら。となると、行かない。こっち側見てないから。この柱邪魔だな。こっから奥の世界が見たいんだが。こっちはで行けない。OK。了解です。じゃあエレベーター使って上に行くっていうことかな。うん。エレベーター使って上に行って、ボルトカッターとかもゲットできる感じな気がする。うわぁ、下のエレベーター超嫌だね。はい。うわ、えら。ん？パーキング。今1階にいるんだよね、多分ね。今1階だよね。Sadness. I wished I knew her real name. 一応、あれか。1が。え？落ち着いて、落ち着いて。はいはいはい。うん、落ち着こう。深呼吸大事。ホールドして幽体離脱をするだと？どういうこっちゃねん。まあいいや、とりあえず言われた通りにするか。はい。よし、深呼吸して幽体離脱。なるほど、こっちだけ動かせるようになるんだ。いや、どういう現象なんだろうね。まあそこら辺の辻褄とかいろいろ気になるところだけど。あ、なんか配電盤が見えるね。ああ出た、おなじみの、この手のゲーム、おなじみのフューズボックス。エネルギーですよね。はい、了解です。だから、また、どっかでチャージして、行くと。OK。だけど、なんか虫の音色が聞こえるんだが、あと、なんか下に人っぽいかやついない？これ。急がなきゃ。わあ、すごいビジュアルだな、ほんとに。なんか、息遣いが聞こえる。あ、なるほど。え、マリアンが消耗しているっていうか、あれだ。え？これ多分、できる範囲っていうのが決まってんのか。なるほど。あ、で、しかも歩みが遅くなった。てか、薄くなってくる、どんどん。あ、ダメだ。ダメだ。じゃあ一旦戻る。はい。あー、時間制限あるんだ。面白いね、これね。これはいつでも発動。その、裏世界にいるときはいつでも発動できるんだ。オッケーオッケー。じゃあちょい急ぎで行かないといけないな。探索もしたいんだけどね、じっくりね。アセットめちゃめちゃ見たいし。An out-of-body experience. 幽体離脱は何て言うか。 It's like taking a plunge into nothingness. 何もないところに飛び込む。 Stay under for too long and it just pulls you in. あ、そうなんだ。一旦戻らないとちゃんと。え、これまた下戻ってきたよね、エントランスにね。はいはいはい。なんで下戻ってきたのこれ。あ、こっち行けるようになってる。そうだよね。上から見えた時に。で、じゃあ、ちょっと、それだったらちょっと待って。じっくり見たいんだけど。急ぎじゃん、これ。
わあ、ここのアセットめちゃめちゃいいんだけどな。急ぎだ。うわあ、じゃあちょっとこれ、後で落ち着いてみよう。え、これださ、あ、上で使わなきゃだな。ダメだ、じっくり見すぎた。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、マリア。ああ、ダメだ。あれ？あ、本当に戻ってこれなくなってる。あ、死んだんだ。あ、すいません、初です。マジかよ。あ、わかりました、すいません。すいません、ちょっと学びましたね。本当に死んじゃうんだね。なんか、そこまでじゃないかなと思ってた。勝手に。すいませんでした。ちょっとね。あ、ごめん。間違えた。いや、ちょっと待ってください。パフォーマンス、ちょっと冷却上げとこう。うん、オッケー。すいませんでした。はい。An elevator. ああ、なるほど。ちゃんと戻んなきゃいけなかったのか。で、今は P にいたわけですね。P にいたわけじゃないですか。はい。I wished I knew her real name. うん。そう、名前を知るって大事ですよね。はい。OK、深呼吸していこう。はい、幽体離脱。ほら、幽体離脱だ。そして急げ。急いで、あれをまず。あれをとりあえず。はい、わかりました。ここでね、ちゃんと行ってくれてたのにね。うん、なんか、自然と戻るもんかと思ってたわ。すいません、すいません。左とかも行きたいけどね、そうなるとね。まあいいか、何回か繰り返せばいいわけだもんね。この周りのお墓のについてる顔がこういうのにいたんですよね、ベクシンスキー。あと奥のこの、あ、そうね、戻るね。けどここだよね、まだね。戻れ戻れ、急げ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 。結構ギリギリだよ。足も遅くなってる。こうだったっけ？ダーン。あ、やべ。あぶね。そうだ。うん。意外とやることあるね。で、上に来ました。はい。配電盤見る。特に大丈夫。あ、そうだった。こうやって切り替えられるんだ。いや、面白いシステム考えろ、本当に。で、これを見ると。You're here. あ、これは1階の話をしてくれてね。エクササイズルーム。へぇ、ここにあるんだ。で、エレベーターが4ね。エレベーターある。間取りも本当覚えなきゃね。ミーティングルーム。ちょっと脳内マッピングをね、していきましょうね、ちゃんとね。これ降りれるってこと？ん？どういう視点？ん？どういう視点これ？え？どういう視点これ？マジで。何か意味あるよね。そもそもなんでこんなに朽ちてるのかって話もする。今、あ、今できる。普通に。あ、大丈夫。今やりたいわけじゃん。登ってった、これ。この上を。あ、でか、あ、あれか、精神世界の方だと登れないのか。はいはい。なるほど。え、この絵怖くね？うん。これ、怖。こういうの好きだけどね。あ、タルコフスキーじゃん。リチャード・タルコフスキーって書いてあるよね、これね。ちょっと読んでみましょうか。
国際的に評価の高い画家の作品、リチャード・タルコフスキーには保養所で初展覧会を記念して、1982年6月14日、俺は生まれていない、7月30日、この世界で言うと17年前ですかね。今99年なんで。リチャード・タルコフスキーってちゃんといるのか調べてますね、ちょっと。実際いるアーティスト、画家なのかな。リチャード・タルコフスキー、あー、いないわ。いないんだ。あー、じゃあ、で、だけど、いないけど、ここでタルコフスキーっていう名前を使うっていうのは、もう完全に。あー、けど、タルコフスキーか。だ。まあ、つながりを感じるというの、つながりをね、考えると、まあ、このタルコフスキーっていう映画監督がいまして、で、その映画監督が、撮った SF 映画があって、それすごい好きなんですけど、惑星ソラリスっていう映画がありまして、で、その惑星ソラリスっていうの原作を作った人がスタニスワフ・レムっていう SF 作家なんですけど、そのレムはポーランド出身なんですよね。多分なんかそこら辺からのその名前のピックアップなんじゃないかなってちょっと思いますね、これは。うん、しかしこの絵はね、怖いけど確かに好きだね。好きなタイプね。うん、で、どうしろと。で、どうしろと。こっちが行けるわけでもなし。またあれかな。で、これ下降りれないんだよね。はい、降りれない。で、一応これをやると、上に行ける。はぁ。じゃあちょっと、やるとしたら、なんかギリギリのところまで行って、でまあ、てかエレベーターのもう一個上に上がるっていうのが一番わかりやすいんですけど、一旦これでちょっとなんかまだ探索してないところあるんで、ちょっと行ってみたいなと思います。じゃん、こっちも行けるようになってんだよね、多分ね。こっちとかどう？特になし。こっちは行ける、いけるわ。いける。こっちもいける。なにこれ。あ、絵がある。やった。いいですね。ありがたい。こういうのね、いいですよ。これは読めない。読む系じゃないね。うん、4人いたんだね。サットネスは誰なんだろう。あ、多分これ、赤いのがサットネスだと思いますね。なんでかっていうと、これちょっと羽が生えてるみたいになってるじゃないですか。で、サットネス、服とか、あといろんな床じゃないな、道路の絵とか、蝶が好きなんですよね。で、その蝶が好きっていうのは、くしくもマリアンと同じなんですよね。で、マリアンも標本で蝶を集めてたんで、そのサットネスの蝶の好きと共通しているっていうのは、すごい気になるところですね。うん、で、まあ、そういうことを考えると、もしかしたら、マリアンの何かなのかっていうね、まあ、マリアン自体の何、精神的、精神か、その、まあ、過去に置いてきたイマジナリーフレンドとか、今考えられることは何だろうなとはな。あと、その、まあ、ここの状況と、あと、撃たれた少女っていうのもあるんで、その、撃たれた少女とどう関係しているのか、それか双子の、妹だ、双子だったりして片割れがもう亡くなってしまったとか、それで受け継いだ霊能力なのかとか、なんかいろいろ想像はできますよね。で、もう
自分の双子の妹だったサッドネスとか、うん、蝶と蛾が表と裏っていうのもそういうのありますよね。うん、あーちょっとこれもまた面白いですね。これツインテールの表 やつなのかな、うん、まあなんか飲んでますよね。何かを飲んでいる。真ん中にあるものは何なんだこれ。聴診器かな、違うかな。でこの子はちょっと怒ってる感じですかね、口を見ると。でこのオレンジの子は驚いてる。で黄色の子は普通、サッドネスは喜んでる感じ。サッドネスがこれ合ってるのか分かんないけど、これがじゃあサッドネスかな、口の感じとかすると。はい、というところで、よし、じゃあちょっとここまでどこまで行けんだろうこれ。わー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 、いろいろ探索したいけど、そろそろ戻る、これそろそろ戻る。あーけどどこまで行けるのかっていうのはやった方がいいよね、うん、あこうなったらそろそろだよね、うん、そろそろかな。戻ろう。あの息を止めてるんだろう、これは確かに難しい。はい、じゃあ行きましょう、次のダイブ。いやけどこういうアクションリミットいいですよね、うん、でこうなってくると行けるとさっき行けなかったところもあるんで、こっちっすよね、こっちの左、ここはまだ行ってない。はい、ちょっと急ぎで探索します。うん、けどあんまりね、急ぎの探索はしたくないんだよな。じっくり見たいしな、このアセットとかさ。あれ、あんまりこっちはないのかな。ああ、なさそうだね。ああ、ここは入れないし。まあ、太陽。あ、もうそろそろ消えちゃう。じゃあ、あとどこだろう。真正面は行ったし、なもんかな。まあ、あと、ちょっと、回ってみて気になるところがあったらですね。まあ、とりあえず絵はゲットした。けど、精神世界でゲットしたものは、現実世界でもゲットしているのかっていうね、物理的法則みたいなのはあんまり意識しない方がいいのかな。エレベーター行ってる。この景色はめちゃめちゃいい。けどこんな世界で生きてたら精神おかしくなりそうだよ。で左は普通にあれだよね、閉じ込められてるというか、普通にドアが閉まってる、うん、いいねいいね。これを使ってここ以外にも使えるとこあんのかな。あ、それをちょっとやってみるか。あ、長押しなんだね。あれ？今使えんの？えい！ドーン！あ、ちょっとそれは勉強しよう。いや、これちょっと一旦勉強フェーズでいいですかね。はい。で、この状態になる。なんか見づらいんですよね。その、なんだろう。自分がその、今、パワーがある状態とそうじゃない状態っていうのをちょっと認識しておきたいなと。いやー、このモニュメントはなんでこんなってか、そもそも。はい、で、あー、シュワーって出てんな、シュワーって出てるね、これ。で、これを作って、これを貯めて使う。バーン。あれ？あ、これいっぱい使えんのこれ。あ、無限なんだこれ。一回つけちゃえば。へぇ、なるほど。これは学びを得ましたね。いい学びを得ましたね。そうなると、ちょっと気になるところはこっちですね。この隅っこがなんか微妙に光ってるんで、ここちょっと使ってみたいなっていう。あ、あれ？あれ？なんで使えないの？今のなんで使えなかったんだろう。これは研究する必要がありますね。今のうちにね、こういう
だけやっといてもいいんじゃないですか。まあこれは最終的にはエレベーター登れっていうことだよね。うん、OKOK。で、今使えないよね。もしかしたら2回しかできないんじゃないこれ。あ、その説はちょっとちゃんと確認した方がいい。貯めました。貯めましたね。離れます。ビヨーン。バーン。使いました。もう一回やります。使いました。あ、やっぱ2回だ。2回学びました。2回学びました。2回というね、制約があるということ。これは大事な情報だよね。1チャージ2回。これ死んじゃうかな。ギリ間に合わないかな。ギリ間に合わなそうだ。あ、もううっすらしてる。あぶね。結構ギリギリだった。よし、とりあえずこの学びは得たんで、あとは何だろうな。骨と灰とサビ、人間、後輩、週末、終焉。あれ？待って、今使えん？なんで使えん？あー、幽体離脱した時点ではもしかして使えんじゃない？この時点で、え？じゃ条件わかんな。え、ちょっとマジでわかんない。うん、あ、いや使えないよね。さっき飲んで普通にチャージしてないのに使えたんだ。ここは使えない。あいつの近くだったからかな。ああ、使えない。何回か貯めれんの？3回貯めた。で、ちょっとあの端っこでやってみようか。端っこ3回今貯めました。3回貯めた。ここなんか気になるね。3回貯めました。1回使います。2回使います。はい。3回。あ、ダメだ。あそこで貯めた回数は特に影響がないということが分かりましたね。はい。でも消えそうなんで。よし、OK。うん、大体の段取りは分かった。うん。で、こっちはいけない。で、これは。電気ついてるわけじゃないですか、うん、これは大丈夫。もうヒューズは治った。なぜか戻る。あ、なんかここの正面にあった鏡気になりますけどね。で、2階で悲しみと会うね。ポチッと押して、これ2階ですかね。あの P が0階っていうことにしましょうか。ってことはこれは3階建てなのかな。エレベーターを見る限り。そうですよね、これ。012だな。012の3階建てのビル。2は。暑いな。はい、来ました、もう3階。最上階。お邪魔します。あの鏡が割れてんのが気になるんだよな。じゃあちょっとこれ見ましょうか。あ、これ3階。まあ、2階って言おうか。0階と2階って言おう。うん。そういう風に分けていこう、自分の中で。セカンドフロア、2階ね。はい。ロビー、マネージャーオフィスがある。一番奥に。あそこにいいんじゃない ?F が。ミーティングルームは3ね。はいはいはい。OK。
You are here. OK. で、あ、あれはあれか。あの、ヒューズボックスか。OK. うん。Now where did she go? どこに行ったのかしら？あ、足跡ありましたね。足跡ある方向には絶対に行かない、最初は。まあ、とりあえず手前。あ、下の方を見たり、上見たり、忙しいな、これ。はい。あれ、これ降りれんのかな？あ、降りれるとかはない。OK。特にない。あ、特にない。行けるところ。3階、あれ、ミーティングルームには行けないんか。OK。じゃあもうこっちだよね、シンプルにね。で、幽体離脱をする必要があるのかっていう。うん、もう特に、いやー、ちょっとなんか、情報量多いな、これ。下と上と。はぁ、あ。めちゃめちゃ情報量。このさ、固定カメラってさ、あ、うわ、うわ、これちょっとやばそうだな。あ、うわー、え、なにこれ、あ、これガだ。うおー、びっくりした。え、けどあなた側ダメなんだ。今のさ、さっきのあの面ガス、面型スズメじゃない、面型スズメ違う。うわぁ、この廊下やべえなぁ。電気パッパッパッパーってついたりとかして、奥の方、左の方ね。うん。現実世界のこの廊下の感じがいいですね。三輪車に乗った女の子が来たりとか、あ、男の子か。ダニー。うん。とか、あと双子の女の子がいそうな感じの。Sadness? Sadness? へぇー。で、右側の方はもう地獄ですね。もうなるべくなら行きたくないですね。左の、な、光ってんのなんだろうな。不快みたい。うん、ナウシカ。はい。あ、なんか右が反応した。あ、ここに入ってったんだ。あー。なんか、あの、音もテンション上がってきたな。え、どうしようこれ。一旦一番奥行きたい病が発生しちゃうけど。ダメ？そういうの。いや、ちょっとやばそうだ。わあわあ、やだやだ。おーおー、霊魂の盾。そんなあんだ。Holy shit. え、自分も知らなかったの。I didn't even know I could do that. へえ。わ。え、けど限界ある。うわあ、気持ち悪い。うわ、気持ち悪い。なんでこっちにはこんな虫がいて。え、これ奥行っちゃまずいかな、これ。行くなよっていうことじゃなくて。あの電気がチカチカしてるとかさ。うわー、ちょっと待ってーな、これ。うん、行けすぎちゃうな。行けすぎちゃう。行けすぎちゃうから。ん？足跡も続いてる。まあ、一旦こっちだよね。あと、この音やだな。開かないのか、これ。開かないのか、結局。てか、この音が超やだ。いいね、このデザインが。本当はベクシンスキーの世界なの。はい、OK、わかる。で、まあ、順当に行くとそうだ。何もない。鍵があれば開いてるのかな。で、マップってないんだもんね、このね。いや、だいぶ脳内のマッピングをディティール上げないとむずいね、これ。で、左は入れるのね。OK。じゃあ、順当に行くか、これは。じゃあ、行きましょう。なんか、右奥に変なのいるそうな感じがするけど。とりあえず、ホールドして、じゃあ、幽体離脱で入る。あ、段取り分かってきたね。中に、サットネスちゃん。これじゃあ、見ますか。はい。あ、鍵だ！まがまがしい鍵をゲットしましたね。いや、いいね、いいね。
鍵としてちゃんと活用できるのかっていうね。素材何なんだろうなこれ。鉄、そのニョキッと出てる部分は一体何の素材なんだろうね。木でもない、謎の素材。奇妙な鍵をゲットしましたね。奇妙な鍵。だからこの現実世界でもこの鍵をつける。で今はあの使えない、盾も使えない。盾はわちゃわちゃ来た時に使えるやつか、それかエネルギーが今溜まってないということなのか。はい、じゃ今の感じからすると一回戻るよねこれね。で鍵をゲットしましたという話ですよ。で現実世界も守ってるわけです。で戻って奥の、だからそこの鍵を開けることになりますよね、流れとしたら。もう音が本当に嫌ですけど、奇妙な鍵使ってみましょう。あそこに刺す、はい、あ開くの、そこが開くと現実世界も開くんだ。ちょっとあれ、あの蛾をやっつける方法もちょっと勉強しておきたい。うわーすごいなこれ。いやちょっとうるさいからこれあの消しましょう。多分消せるよねこれね。あちょっと待った、消せない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 。エネルギーは足りないんだ。危ない、死ぬところだった。そしたらあじゃあどっかで、あれ今出せなかったもんね絶対。わあ何あれ、脱獄執行中、死刑執行中、脱獄進行中の穴みたい。あそこから覗いたらギロチンでベンチ。はあいや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 、情報が多いな。これは見てみるってこと。ああなるほど、あーマップすごいなこれ。あのへえ、あ精神世界に切り替えて、あの原始で見たりとかしても特にないのか。で下も特にない。なんか飛び降りれるとかはあるかもしれないけどね、原始で見ても特にない。両世界特にないね。 OK、 サットネスちゃんもこの側はどうやって対処してんのかな。ちょっとマジでうるさいからもっと勘弁しましょう。エネルギーがないんだけど大丈夫、トイレか。ここほらぶち抜かれてるね。ネメシスでも通ったこれ、RE3、 まあ、タイラント普通にトイレ。こっちだとどうなってる。あ一応トイレ的な感じなのかな左の超まがまがしいトイレ。これ幽体離脱必要ある、今。ああなるほど、ここに通ってるから。え、これ開けれないのこれ、うん、まあ一個とりあえず、じゃあさっきの穴を見た先に来るってことですよね。あ電話だ。いやまあ電話はちょっと触らない今ね。で穴見た先でしょ、他に道はなさそうだし。やけくそよこれ、下降りんだ。うわお、そう道結構あるんだけど実は。ああとりあえず電話出るか。すごい世界な本当に。じゃあ電話で見てみますか。またあのなんだっけ、この
庭ホテルの入り口にあったやつの声が聞こえんのかな。てか切れてんじゃんこれ、電話回線、電話回線切れてるけど年始だと聞こえるっていう。あ、傷あった。はい、yes. お、同じやつだ。目下対応中です、yes. I know. はい、分かってる。 yes. ただああちょっとなんかためらいがあるのかな、もしかしたら。 just give me some time. ああ、なるほど。 a few days. 数日あれば十分。 You get what you want. That voice. うん、最初のやつ。 I don't know why, but it 身の毛がよだつのよね。ああ、これもしかして、あの最初の少女を殺したと殺したやつかな。あのね、オープニングでもう一回聞いとく一応。Yes. はい。I'm working on it. ああ。Yes, I know. オセロットみたいな感じだよね。Yes. これがあのトロイ・ベイカーの声だったらなおさらオセロットだよ、ね。You'll get what you want. はい、わかりました。数日ね。そもそもあの少女はなんで殺されてしまったのかっていう話もあるよね。いや、ちょっと怖いな。怖いっていうか、これ降りるかな。まああそこ E 押したら多分降りちゃうんですよ。で降りたら戻ってこれないじゃないですか。なんでこの今のやろうとしている悲しみと会うっていうのができなくなっちゃう気がするんですよ、足跡を見る限り。なのでちょっとこっちの奥に行ってみますか、一旦。それでもし何にもなかったらあそこ降りましょう。足跡はこっち来てるんだね。で、まだ足跡奥に続いてますよね。で、もっと言えば、あ、鍵はもう使っちゃってんのかな、これ。あ、鍵はもうあれっきりなんだ。使い回しできないんだ。ダイヤの鍵みたいな。わあ、違う。右見てなかった。え、ここは何の部屋？ほんとね、周りも見渡したい。まあ、このシステムで何を言ってんだって話だけど。オッケーオッケー、分かった。で、ここに行くんだけど、謎の気持ち悪い壁に挟まれているし、阻まれているし。あ、gross. It looks like flesh. いやー、気持ち悪い。肉みたい。で、この先に行ったのか。だってガーいっぱいいるよ。これを切るための道具が必要な気がするんだよな。あ、やっぱりそうか。じゃあ下に降りてこれを切るって話か。 OK、 わかった。 OK、 それがね、わかれば大丈夫。スキン、肉、うん、そうだよね。ちょっと待ってください。確かによく見てもいいな。今だったら見える、安全。あ、もう一回セリフがあった。エイリーの刃物があればね。ちょっとナイフみたいに探してみるか。ああ、気持ち悪いね、これね。いい気持ち悪いね。皮。何の皮なんだろうな。豚？人？に。あの、肉の壁を切るっていうね。で、別に下降りるだけかな。じゃあ、気持ち悪いサウンド聞きに行くか。嫌だけど。もうこれ、なんとか消したい。嫌だ。本当になんか、コントローラーでやりてえな、これな。Xbox のコントローラー買おうかな。いや、嫌だな。これ降りたら何が起こるんだろう。じゃあ、降りますか。降りましょう。はい。降りました。はい、なんかあり、始まる？え？地震ではない。どっち？両方あったのかな？あ、顔がよく見える。綺麗な、面白い。この部屋、なんだか？寒い。Memories of grief, loneliness, loneliness.
はあ、左のライティングはいいね。光の差し込み方とか。さてさて、じゃあちょっととりあえずぐるっと見ますか。あ、これあれか。能力貯めるやつだ。上戻れんのか。わあ、ちょっといろいろいけんな。じゃあ、まず貯める?光が弱すぎて吸収できない。何かが欠けているみたい。へえ、そんな現象があるんだ。どういうこと?あ、結構セリフあるね。ああ、多分同じギミックで2回ぐらいセリフあるんで、2回触っていきましょうか。あ、そういうのはね、ちょっと大事。あ、外にも出れる。オッケー。じゃあ、とりあえず、この、花瓶を見てみましょうかね。あ、こっちも 見れるし。で、こっちも見れると。何か思い出の花瓶とかなのかな?蝶々がいる。てか、右のさ、あの光は、本当何?じゃあ見ていきましょうか。はい。え?ああ、花を生けろっていうことね。この花瓶に。そうすると光が強くなるのか。謎だな、それも。それもまた謎だな。じゃあ外行くのかな、多分。それでか。じゃあこれ見てみましょうか。あ、奥のこれもあるな。なんか灰が散らかってます。 Some objects soak up moments from the past. 内に取り込んだものを正しい位置を押し込めば中身が確認できる。正しい位置を押し込めば中身が確認できる。え、マウスを使って。へえ、これ?なるほど。お、記憶が。あ、ひまわりをあそこに行けるのか。ウルスラ。あ、これタルフコフスキーさんだ。タルフコフスキーとウルスラ。タルフコフスキーさん、いいやつだね。An actual happy memory. So there's more to this place than just doom and gloom.いやー、いいね、こういう。そして隣の本はなんだ、ウィリアム・ブレイク。あれ?ウィリアム・ブレイクって俺聞いたことあるな。ブレイク。ウィリアム・ブレイク、イギラスの詩人だ。なんで俺聞いたことあるんだろうな。詩人か。なるほど。聖火エルサレム、イギリスの。そうなんだね。その本だ。はい。あ、右見れる。Sunflower, weary of time. あ、もう一回聞けんだ。For my favorite nurse. Oh, Mr. Tarkovsky. フェイバレットナース。ナースなのか、この女性。あ、Please, it's the least I can do.For all the good work you do around here. はい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 。OK。じゃあちょっとメモとこう。ウルスラとタルコフスキー。はい。ひまわりってなんかあるかな?タルコフスキーの作品のオマージュだったりするのかな?これ。じゃあこれちょっと読んでみましょう。処方箋。あ、ウルスラに当てたやつだ。どれもよく知っている。ウルスラ・アンナ・ロストコウスキー。あー、じゃあちょっと読んでいきましょうか。エレクトロショック、なんかよくないこと書いてあるね。あ、ウルスラってさ、メタルギアに出てこなかったっけ。なんかオプスとかそっち系のやつ。アシット、
まあいいや、1971年6月14日、名前、ウルスラ・アンナ、名字、ロステンコウスキ、年齢41歳、方法、体重53キロ、誕生日、1930年の5月の24日、処方薬、トラゾドン、モクロベビド、症状、ウルスラ・ロステンコウスキーは、うつ、ヒステリー、不眠症、栄養失調と診断された。電気ショック療法を実施した、ですって。ね、あの、オープニングのところでね、あの、電気ショック療法をやってる瞬間ありましたよね。再処方6回。なるほどね。ロボトミーとかってやってるわけじゃないよね、この世界って。どうでしたっけ？ドイツもあるしな。なんかいろいろやってそうな感じしますよね。電気ショックでっていうのって。で、ここ最近またあれですよね。脳に直接電気を与えて幸せというかなんか刺激することでうつを治すって、まさにもうつい最近またそういうニュース見ましたからね。はい。なるほど。とりあえずアンナ・ウルスラさんはね、うつだと。タルコフスキーさんに。だから優しくしてあげたのかな。あ、またなんか嫌な音する。え、なんか鏡見れるのこれ。鏡見れる。ちょっと鏡。あ、薬か。え、なんかこれはあれだな、思念があるな、この薬に。じゃあ先に文章を読むか。謝罪、教師の日記。あ、文字がいいね、ちゃんと手書きで。しかもウルスラに宛てた手紙で今日。あ、もしかしたらウルスラも同じ能力を持ってたりとかあんのかな。そしてこの施設のつながりっていうね。ちょっとあのささやか声がうるさいな。じゃあちょっと読んでいきましょうか。はい。いいね。親愛なるウルスラへ。どうして直接話をせずにこの手紙を書いたのか。君はおそらく疑問に思っていることだろう。理由は残念だが痛々しいほどに単純だ。僕がこれを書いているのは僕が臆病だから、臆病者だからだ。つまり君の目を見て言うべきこと、言わなきゃいけないことを言えなかったから。そしてこれほど繊細で虚弱な人の心を打ち砕いてしまう。そう考えるだけでも耐えられないから。ウルスラ、僕の愛しいウルスラ、この数ヶ月は本当に心の底から楽しかった。君が僕のためにそこにいてくれているのが分かったこと、友情が深まっていくのが感じられたことが嬉しかった。え、俺タルコフスキー？ただそれでもそれが限界だ。深い友情は純粋な真実のものだったけど、それ以上はダメだ。親愛なるだからね、別に愛しているっていうわけではない。お願いだ、分かってくれ。なるほど。タルコフスキーか分かんないですけど、まあウルスラが恋をしたとかそういう感じなのかな。誰かとこれほどまでに近しい関係になってこんなに自分をさらけ出すのは僕にとって簡単なことじゃないんだ。こいつもこいつだな。人生とその過程で経験した困難が僕を変えてしまった。うわー、ちょっとまあそうなんですよね。まあこいつもこいつだなと思ったけど、やっぱね、このポーランドというね、その場所とね、戦争というところがね、この一文になんか詰まっている感じがするよね。
おそらく君が理解できないような形で僕は傷ついてしまった。これはまあウルスラがやったことなのか何なのか、君には君のことを抱きしめられて人生の喜びと悲しみを共有できる人がふさわしい。その人になれることがことを僕がどんなに望んだことか。ああなるほど。でも僕にはなれない。言葉では僕の後悔は言い表せない。心の奥底で、言葉では僕の後悔は言い表せない。心の奥底でこれが僕たちの友情の終わりだと分かっているから、お願いだ許してくれ。僕は君の永遠の友達だ。 RT リチャード・タルコフスキーかな、分かんないけど、やっぱタルコフスキーっぽいねこれね。ちょっとこれもねメモっといてもらえない。リチャード・タルコフスキー、はい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 。あ、じゃあね、さっきのね、ひまわりを渡したりとかっていうのも含めて、愛しいウルスラって言ってるからな。タルコフスキーに問題があるのか、まあもうどういう、それで傷ついて、もしかしたらここの次の薬それか鬱が影響してくるのかな。じゃあちょっとこれですね、これは断然にこの入ってますよね、念紙がね。じゃあちょっと念紙していきましょうか。これはウルスラが何かを飲む時なのか。はい、ウルスラだ。はい、役立たずの老いぼれ、すごい言いようだな。あんたごときが。It's more than grief, more than despair. This letter crushed her spirit. そうだね。打ち砕かれたんだろうな。老いぼれって言っちゃったからねけどね。ちょっともう一回聞かせてもらっていいですか。彼のって言ってたよね。Useless old hag.Why would he care any more than the others? 彼の特別なわけが。It's more than grief. あ、彼のね、自分がね、はいはいはい。なるほど。スペアって言ってるね。なるほど。そうか。そのね、大切な人になれなかった絶望というところか。なるほど。あ、ここは先に行けないんだ。ウルスラ。ちょっと待ってください。ウルスラもう調べます。ウルスラ、ウルスラって調べてもいろいろ出てくるよね。名前でよくあるって。あ、そうか、リトルマーメイドもウルスラだったっけ。なるほど。あ、そうだ、やっぱりポーターブルオプスだよね。ポーターブルオプスにウルスラ出てたよね。あってたあってた。アシットかなとも思ったけど。さて、じゃあどうしようかな。ひまわりを添えて左にチャージしていく感じだよね。で、外行くと、ガーがいっぱいいるって感じかな。じゃあひまわりを取りに行きましょう。OK。じゃあウルスラがじゃないタルコフスキーがくれた。ああ、ここはあれか、幽体離脱。あれ待てよ、これはあれだ、また肉の壁がある。肉の壁、おっと、ぶのまた幽体離脱するしかなさそうね。これもなかなか頑丈そう。これもね、ナイフをゲットしたら後で行きましょう。じゃあ Come at me Come at me ウルスラって書いてある左の壁に。あ、
危な。じゃあ行きましょうか。とりあえずひまわりをゲットしに行きたい。わあすごいな。え、何が？あ、なるほど。そんなギリギリかな。あ、時間がかかるね。はい。わ、また直すやつがあるじゃん、これ。とりあえずこれを見る。どういうことこれ。え、どういうことこれ。どういうことこれ。周り骨だな。で、またあれ、調子こいてると。ちょっとここから見て。うわ、何この気持ち悪い。血が垂れている。うわ、びっくりした。いや、ちょっと待ってくれよ。それはびっくりするじゃん。それはびっくりするじゃん。誰だってびっくりするじゃん。何だった今。いや、無理やん。こんな入れん。入るの？嘘だろ？いやいやいや、ちょっと無理ちゃうだぜ、これ。いや、今のはさ、ダメよ。ちょっと。ジャンプスケアよ。そういうのを一回やられちゃうとさ、もう、これ線を抜くっていう話だよね。これ何？血？おお、出たね。とりあえず、カミソリっていう。おお、正気の限界。罪悪感と後悔と。はあ、なんだこれは。ちょっとぐるぐる回してみましょう。これが例のね、いろんなところを開けられるようになるカミソリの刃、刃、刃。ああ、気持ち悪い。え、さっきのやつは何だったねえ。外にもいる。てかもうそろそろ限界かもしれない。ちょっと一旦戻るか。はぁ、気持ち悪い。ああ、そっか。で、これ開けると、そこに繋がるということですか。ね。そういうことよね。いや、もうあるよ。これで行けましょう。開けましょう、これ。はい。ほら。あ、自分のマウスでこれ切るんだ。あー、皮膚を切り開く。血が出ている。どういう現象なんですか。気分いいの？なかなかだね、本当に。マリアンもすごいね。お邪魔しまーす。はーい、失礼しまーす。また上に戻んなきゃいけないんだよね。結局どうやって戻れるんだ。元のところですよね。もうジャンプスケア系ほんとやめて。スケア、ジャンプスケア。よし、オッケーオッケー。とりあえずいいよ。進んでる進んでる。いやー、びっくりしたわー。まあけどね、ああいうの一回やっとかないとね、緊張感がさ、やっぱね、保つ。難しいとこもあるよね。そう、一回やっとけばいいんだよね、ああいうのって。そうするともう、あとはもう、はい、あとはずっと怯えてくださいって感じになる。お、ちょっと待ってください。なんか処理重いな。鏡だからかな。じゃあちょっと年始見てみましょうか。これウルスラかな。タルコフスキーかウルスラか。 You タルコフスキー。I know you're there. Oh? Oh. Wish I had the strength. To cut you out. 取り除いてやるのに。You don't deserve to exist. え、どういうこと？存在？ You're nothing! There have been times when I thought about ending it all. 何度か全てを終わらせ
but I was too afraid that a part of me would go on, trapped on the other side. 完全に、Forever. え、何？ちょっと難しいんだが、難しいというか。登場人物はメモっとこう。ちょっともう一回聞かせてもらいますね。You. タルコフスキーか。I know you're there.Wish I had the strength to cut you out. 取り除く。 You don't deserve to exist. 何が見えてんだ？存在することすら許されない。消えてしまえ。で、2回目だとあれ、アンナのコメント聞けないんだ。てか、BGM がまた、不穏。消えてしまえ。あの男は何か見えてたのかな。で、何かを覗こうとし、取り除こうとし、あった、ひまわりが、ゴッホのひまわりみたいな。で、またあのね、モニャモニャ集めるペースだよね。 OK、 で戻るんだな。こっち行けないんだ。 OK、 いいよいいよ。じゃあ、とりあえず、これじゃあ、触ってみましょうか。え？何これ、気持ち悪い。ミミズ？あ、間違えた。あ、ちょっと待って。間違えた。あ、これを触ると、ミミズが。で、こっちは？あ、なるほど。でなんかミミズでしたよ、ね、あ、車椅子。え、なんかナイフ刺そうとしてる、もしかして You want me to read you another one, darling? Oh, look at this mess. あ、介護的だ。 Don't worry, I'll clean you up in no time. I'm here for you, my love. This man.ウルステラ・タールコフスキーになんかしたな。He ended up as her patient. 最後は、患者だった、患者だったのか何かしたのか、患者にしたのか、いや、あ。何か食べさせてるってことだよね、この絵が。で、さっきのさ、あの器のやつ見るとさ、完全にミミズとかだったけどね。ウルスラがタルコフスキーに何かしたのかもしれないと思ってきた。まあいいや、とりあえず、ひまわりを回収しよう。精神世界の、これ、あ、そうか、なるほどね。花に光が。なるほど。なるほど。光の記憶だからか。だから、光が足りないところにこれを足すことによって、光が強くなる。まあけど、光が存在するということはね、闇も同時に存在することということもある。Go to hell って書いてあるじゃん。わー、怖かったな。しかし今のこの血のやつ、視線の誘導もめちゃめちゃうまかったよね。なんかあの血を追ってったところでバーンっつって、ね、やめてくれ本当に、勘弁してくれって。よし、じゃあ一旦ここひまわりゲット、もう一回調べられるのかなこれ。一応、あ、見えた。 OK、 じゃあ光のひまわりゲットして、あ、そうかそうか。よくよくちょっと、もうちょっとちゃんと見なきゃダメだね。この周りをね。ここに書いてる文字とかも結構重要だよね。車椅子ね。で、ここにね、あの絵の具があるってことはね、ちゃんとあのタルコフスキーは、絵、画家なんでね。
リチャード・タルコフスキーは画家でここで絵を描いていた。それで介護もされていた。そして男が誰かの取り除いてくれって言った。だから なんだろうな。タルコフスキーは悪くないのかもしれないよね。そうなると。その、うつで混乱状態になっているウルスラ、うつの状態の人を悪魔とかそういう風に思ったのかもしれないし。けど、まあ正直ここのね、なんか患者とかナースの仕事をしているというわけじゃないですか、これを見る限り。あ、違うわ。これを見るというかね。ヒステリーもあって電気療法もしていると。この状況も考えると、彼女に何か悪魔がついたように思えてしまうっていうね。タルコフスキーの目線もあるよね。はい、光が強まったね。良かった時の思い出だからね。だってさ、まあいいよっしゃ、チャージした。もう一回チャージしとく。はい、あ、やっぱチャージするとこれ使えるんだ。あ、これどれぐらい使えるかちょっと試してみますね。切れるのかなこれ。この人たちに影響ある？ないね。あ、結構ずっと使えそうだな。時間は長いね、これね。何回もできる、これ。この状態だったら。で、このチャージして、バーン。あ、わかりましたね。これメーターありましたね、左腕に。で、もう一回これ使えるんですよ。あ、使えなかった。あ、なるほど。メーターありましたね、これね。左腕の光ってる部分が、その、あ、これいいですね。そう考えたら、デッドスペースのね、もう素晴らしい UI と思い出しますね、こういう。だから使える量っていうのは、そこの光で再現している。で、この状態でも使えるんですね。なるほど、なるほど。これはもう使えない。じゃあこれ貯めます。マックス使って、もうマックスになりました。じゃあ一回使ってみましょう。バーン。で、もう一回は？あ、使える。あ、で、この状態でも使えんだ、これ。あ、使えないわ。あれ、結構消耗するんじゃないか。まあ、肩までがチャージ。なるほど。OK。把握しました。で、ちょっとやっぱり思うのが、これですよね。この時点でタルコフスキー立ってるじゃないですか。ひまわりあげた時って。で、だけどさっきのビジュアルだと、足がもうなんか、ね。もう、車椅子生活みたいになってるんで。生活にさせられてしまったのかなっていうのはちょっとなんか考えちゃいますよね。で、こっちに行くと。ここはちなみに1階なんですよね。1階、0階でもなく2階でもなく。まあ一旦こっち気になるけどね。そうなると、あ、なんかある。ちょっと見てみましょう。あ、サンネスのイラストだ。しかもこれはマリアン、あ、悲しい看護婦。悲しい看護婦。これはウルスラですよね。ウルスラのことを考えているのかな。悲しい看護婦さん。ねえ、タルコフスキーに振られてるのか、
それでおかしくなってタルコフスキーを監禁するなりなんなり足を歩けなくしたりとかしてんのか何なのか、うん、ね、ちょっといろいろ真相を知ってたりするのかな、サッドネスちゃん。さてと、でですよ、でですよ、ここじゃあ行きますか。シールド、シュン、飛んで火にいる夏の虫。どこに行きゃいいの。おおマジで同じこと言った。どこまで行く、とりあえず、とりあえずいなくなるところまで行ってみる。完全に同じこと言ったね。飛んで火にいる夏の虫。顔焼き、道を開いた。これ今、けど容量減ってるな、これ。ずっとあそこにいたらダメなのかな。ちょっとそれ気になりますね。一応まだ使えるよね、多分な。まだまだ使える。一応、あれ？どこ行ったこれ？カメラワークが謎の。カメラ枠になりました。でここが階段と。結構いろんなところは封鎖されてますね。でこれエレベーターじゃないの、うん、ついてないのか。これ来るとき、あれ、これ下降りれんのかな。これワンチャンなんかあれかな。いきなりうるさい。戻れる、まあ戻れなさそうだからやめとくか。 OK、まだ微妙にシールド貼るぐらいの光は残ってる。多分ブラストはできないよね。じゃあちょっとここで一回やってみましょうか。これ、階段がない。あ、そう。これ下に降りる階段があるはずなんだよ。なるほど。一旦戻る。OK。で、下は降りれないし。この物理世界とのギャップが気になるな。ああ、いいカメラワーク。もう忙しいな、これ。両方真ん中で俺の目合わせたら立体視になるかな、これ。ああ、これどけて、そこが開くようになって、カッターで使えるようになるのか。あ、これ、あれですよね。幽体離脱して上行けるやつですけど。やっときます、これ。どうします、一旦これずらしとくか。幽体離脱して上の様子を見に行くかですね。あれけどここ3階だよね。いやちょっと気になるんで幽体離脱してみましょう。幽体離脱ちょっと急ぎ目で。あ、階段ないじゃんこれ。先がなかったですね、これ。幽体離脱しても2キロ走った。マジでもうそんなに走った。シミュレーターの稼働っていうトロフィーゲットしましたね。はい、特にありませんでした。つながっているようでつながってありませんでした。ここを開ける鍵が必要だけど、インタラクションできないから。はい、じゃあとりあえず押しましょう。右の結構ふわっとしてるな、このつながりが。で、Q でやめるんだよ、このやめる作業をね、ちょっと忘れがちになって。どっちで開ければいいんだろう。どっちも開けんのか。はい。で、肉壁が右にあるんだよね。OK。ああ、それでつながるわけだね。欲を言えば、ちょっとチャージしときたいよね。
だってもう一応はシールドができるか。いや結構な量いるよこれ。ずっとできるかどうかも含めてちょっとテストかなこれは。あースマートにやったらまあこっち行くもんね。まあ戻ることもできるけど、戻ったところで何があるってわけでもないし、下に降りただけだし。オッケー、行こう行こう。じゃあ、I need something to cut through. 持ってます、ゲットしました。じゃあこれ開けてシールドだよ、ね、これ。はい、じゃあこれをね、やっぱさ、あの細かい、別にこれやる必要あるって思うんですけど、ゲームだからこそこういうねちょびっとしたインタラクションがあるだけでもいいですよね、自分の感じでできる。あー、どうしたもんかなこれ、いけんのかな俺、この能力、この量で。じゃあ行ってみましょうか、試しに。あー大丈夫なんだね、消耗はしてない感じ。あ、やっぱそうだ、やっぱギリ消耗があるんだ。あぶな、あ消耗あるんだ。あのまあうわー素晴らしいハセット。そしてちょっと色味が変わりましたね、なんかグレーかかった感じになっていいですね。これはあれか、流体離脱ポイントってことかな。どっちから行こうかな、左がそんなに広くないから奥すごい広い感じします。じゃあこっちからかな。おーいいですねこの色の変わり方、一気になんかちょっとグレー味がかった感じに。あれ、ここってさ、もしかしたらマネージャーの部屋じゃないですか、あの F3 階の端っこがマネージャーの部屋だった気がするんですよね。じゃあ忙しいのこれ。ああ、いいねいいね、この色味もあるんですよ色。あ、ね、オレンジじゃないこの、なんだろうなこの、ちょっと緑がかった灰色というか、でサンゴとかそういうのを結構モチーフにしてたりするんですよね、タルコフスキーじゃないわ、ベクシンスキーって。まあ一番手前のこれを見ていくか、なんか奥にうっすらとなんか見えんな。とりあえずじゃあこれ見ましょう。あ、いいねー素晴らしい。うん、うつね、うつってワードは結構重要だよね。じゃあ読んでみましょうか。いやー、これはなんだ、レクレイミング、あ、2話の歴史だ、2話の、この2話の保養所の歴史ですね。はあ、ちょっとなんか、うつ患者とかも入れてるし、あ、1980年、19年前の新聞ですね、これは。はあ、じゃあちょっと読んでいきましょう。はい。おー、あー、はい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 。よし、じゃあ行きましょう。ね、砦だったりとかね、砦の跡みたいなのもありましたからね。要塞だったんですかね、もともとね。はい。で、そこでね、監禁されたりとかもあったかもしれない。よし、では、じゃあちょっと読んでいきましょう。歴史を取り戻す。空に火がほとばしると、爆発音が辺り一面にこだまし、火花の雨がプルスキ要塞の廃墟に降り注ぐ。プルスキはかつて難攻不落の要塞で、1945年のヒトラーの軍勢との激しい戦いに、ポーランド侵攻、戦いに見舞われた。しかしながら、今回は夜の空を照らしたのは爆弾でも迫撃砲でもなく、2話労働者保養所の開園を記念する花火の壮大な景色だった。ああ、イベントには一等書記官も含め、政党、まあ一等書記官ね、
政党幹部も出席した。そして祝賀中にこう語った。なるほど、これは2話のね、だから一番上のその文章がそのブルスキ要塞の跡地だったってことじゃないですか、ここは。もともとはヒトラーとの軍勢との激しい戦いにをした跡地にできた2話労働者保養所っていうことかな。ではイベントにはじゃなくて、悪の軍勢を相手に戦い勝利を収めたこの場所を、平和と繁栄の時代にある共和国の勤労者たちのための休息の地としよう。勇敢な赤軍により1945年1月に解放されたこの歴史的建造物は現在改修工事中だが、間もなく一般公開される。には労働者保養所が最初の客を迎えるのは9月末だ。なるほど。ちょっとこれは重要だな。1945年。これメモっとこうかな。1945年。1月に解放。はあ、ははあ、歴史的建造物。プルスキ要塞。プルスキ要塞と。ここで戦争と。勝利を収めてんだよね、一応ね。勝利。跡地。で、ここが、この記事がそもそも、あれ、なんか どこ行った？あのマウスのホイールができなくなった。まあいいか、いいのかこれ。まあいいや。6月末。1980年の記事だよね。1980年の新聞。OK。1980年だね。あ、来た。よし。なるほど。面白い。そういうね、歴史が知りたいのよ、こっちは。じゃあ、とりあえず右やりますか。これはまた、サンネスちゃんが描いたイラストですかね。やってっと。あ、なんかちょっと、殺伐としている、トゲトゲしい絵になってますね。一応、年始をする。はい。老人。不気味な絵。悲しい看護師、老人。じゃあ、タルコフスキーさんか。なるほど。白髪だったんですね、まずね。これが、これってツインテールの子じゃないですか？じゃあ、やっぱ、サトネスは、口が、あの絵だと、あの赤い子が、ね、これ、この子が、と思ってましたけど、もしかしたらこの子なのかもしれないですね。蝶のマーク、これ蝶っぽいよね。蝶の羽っぽい。で、口はサッドネス。なんか怒ってる感じかな、これは。なんかこういう児童のね、絵とかで、なんかいろいろ分析する人とかが、カウンセラーとかがね、こういう作品やったら面白そうですよね。で、剥奪で、ちょっと怒ってますよね、タルコフスキーさんね。で、これって多分画材ですよね。筆？ひまわりじゃなさそうですし。で、トゲトゲした部屋。
なるほど。で、じゃあこっち。あ、いいね、いいね、いいね、ドキュメントいっぱいあるね。じゃあこっちから読みましょうかね。悩む男のメモ。いいね。問題を抱えた男からメモ。悩む男のメモね。It's almost complete. なんか、ドイツからのスパイとかなのかな。じゃあ読んでいきましょう。もう少しで完成だ。メインの建物は予想していたよりもいい出来になった。ああ、建築家の人かな。あとは保養所の目立たない部分を仕上げるだけだ。いやはや、この立地は完璧だ。都会から離れていて、平和で、詮索の目から逃れることができる。まさにありふれた風景の中に潜むというやつだな。俺たちがここに留まれるよう、やつらを説得するのには少し苦労したがな。都合のいいことに、俺は必要な時にかなり説得力のある話ができるんだ。ああ、そうだ。ようやく思いついたよ。ニワと名付けることにする。ニワの名付け親が出てきましたね。ああ、悩む男のメモ。俺たちがここに留まれるよう奴らを説得するのには少し苦労した。いやーわかんねえな、まだ情報がな。あの入り口のところに、まあここの建造をしたあの責任者の名前ありましたよね。あれもメモっとけばよかったな。そいつのことなのか、それともなんかあのオセロット的なやつ。いや違うか、これ回せないよね。 OK、 じゃあもう一個。Old invoices、 古い請求書、 Outdated documents。Wonder why someone put him out here? 何のため出しっぱね。請求書。どこに請求してんのかな、この建築とか。まあ、国か。これ国営って言ってたしね。え、読めないのこれ。え、読めねえ。T。T かなあれ。下名前ですよね。レコワイス。まあちょっと。レ、RC かな。レコワイスかな。いや、わかんねえな、これ。請求書には、へぇ。フロムが見えねえんだよな。あ、間違えた。なんで幽体離脱でした。あ、けど幽体離脱するといいな、これ。景色が広く見える。あ、素晴らしい。何あの赤い目、目にちょっと赤い点が。目じゃないか、あれ。あそこ行けんだよね。どうしよっかな。開くのかな、まず。あ、カットシーン、これもしかして。トーマス、レコワイズ、トーマス、ちょっと待った、びっくりするから。トーマス、レコワイズ、ついてきてって言ったのに。いや、ついていけないんだよ、だから。ごめんね、ごめんね、さんね。Just stick with me. いや、大丈夫、大丈夫。Okay. I'll stick like a tick. 触れんのかな。あ、そうだ、触れる。You're funny. This? トマス・レコビッツ。レコビッツだったね。What? All right.
あ、そうか、読めないのか。You said you remembered someone named Thomas. ここの部屋にいるやつがトマスっていうらしいけど、聞き覚えは？支配人って書いてあった。I guess you think he stuck around. うん、そうね。I'm not sure. ここにとどまるっていうこと言ってたし。おじいちゃんな人はタルコフスキーではなく、最近、多分結構最近。And you think it was Thomas? Oh, I don't know. まあ、あんまりね、言うと混乱しちゃう。Old men all おじいちゃんってみんな同じだよ。確かに。Hey, そうだよ。That's not very nice. Well, if he's still around, 外注駆除を依頼したいわ。Marianne, I feel. Oh, I don't think we should be here. え、なんでなんで？Look, there's no one. 誰もいない。あ、消えた。なんで？なんか消えた。サンネス、どこ行った？寝室希望すぎるでしょ。よし、2階で悲しみと会う。終了しました。じゃあ、トマスの事務所を調べる。行きますか。うわー、ここの質感俺すごい好きですね。この色味とか。ちょっとけど、怖えな。トマスの事務所ね。トマス・レコビッツ、うん、これ結構なんか始まりそうな気がする。開かないんだ。あー、もう閉じ込められちゃった。両方もう開かないよこれ。ダメだ、あっち行っとけよかった。 It all hit me as soon as I entered the room. 全てを理解した。苦悩、恐怖、絶望、Fear. 絶望、longing. 苦悩、恐怖、絶望。うわー、めちゃめちゃいい絵だな。しかし時計、フル時計、あそこに、あそこからバイオハザード7だったらなんか振り子が変わってエンブレムが出てくる。そうか、ここのトマスの荒れっぷりって、この部屋の荒れっぷりって結構重要ですよね。なんか色味で分けてんのかな。さて、どうしたもんかね。とりあえず、どっから触っていくかな。悩ましいね、これ。じゃあ、とりあえずこっちかな。I could instantly tell there was more to that clock than met the eye. 何かの仕掛けが。鍵があるね。Locked. もう一回見てみようか。セリフ2個あるんじゃなかったっけ？ない。じゃあこれ見てみましょうかね。ポチ。ん？これ最。ホテル2話のプランだ。はあ、建築プランというか。あ、なんかやばい部屋とかありそうだよね、こっそりね。うわ、ちょっと右上何これ。なんでか消したりとかしてんの。なんか裏でやってんだよね、このホテルでね。はい、じゃあちょっとこれを見てみましょう。トマス。The signature. 設計、トマス。So he designed this whole place?Who are you, Thomas Rekovich? Thomas Rekovich. My office って書いてある。これは隅々までじっくり見たいんだけど、maybe なんとかかんとか。わあ、これ超見たい。なんでぼやっとしてんだろう。もう主観だったらめっちゃ寄って見てんだけど。はい、この土地に何があるのかな。うわー、ちょっと BGM なんか怖えな。What the hell happened here? 本当だよね、ここで。だって燃えてるな、ちょっと。蝶がいる。面白い蝶。あー、いいね、あれ。
は電話やっぱなんか電話がことごとくさあなんか鍵があるこれ一番最後でしょ多分電話とかがことごとくちぎれてたりするよね、うん、これ燃えてる跡だよね真ん中で何か燃えている受話器受話器電話が外れてるからあの絵何、うん、まあこれ見My senses jolted as I touched the phone. I could tell it had been used recently. え、つい最近使われた？ああ、そういうことか。これを使って呼んだのか。トマス。こんな状態なのに。てか、アダプターが特殊すぎるでしょ、あれ。刺すとこ置くね。これは？焼けた跡、割れたグラス。塩？この白いのは塩？塩？霊を払うための塩とか。焼けた跡、ガラス、塩。なぜ塩なんだ？ Someone jotted this down recently. つい最近だ。しかも誰かが。アラームクロック。私に電話するみたいなのもありそうだ。じゃあちょっと読んでいきましょうか。はい。読んでなかったわ。もうやめちゃったわ。これ回せる？回せない。OK。やることリスト。これは、なんか L って出てきたね。まあいいや。やることリスト。朝3時、早。起きんの早。起床アラームを切らないこと。はい。3時15分。薬を飲む。3時30分。森の道をもう一度チェック。4時、うん、朝4時ホテルへ行く古い新聞を片付け5時研究開始時間があれば写真の現像もえジャックなんか関わったりしないよねさすがにどうだえそんなことないよね多分ねえジャック、うん、そこもちょっと気になってくるねそうなってくるとジャックまあいいや、これは。研究開始がね、研究開始。これちょっと何の研究をしていたのかって話だよね。7時。うつ患者を何とかしようとしたのかな。洗脳でバレそうになっても全部燃やしたみたいな。7時。事務所をもう一度チェック。一応本もチェックしておくか。7時に。で、9時、L の様子を確認。はい、L。謎の L。謎の人物。謎の人物、L。L。じゃあ、こいつはキラか。そんなこと言ってる場合じゃない。L は、研究されてるやつかな。研究対象。なるほど。いやー、いいね、いいね、いいね。はい。で、これ。Still works. フラッシュライトだ。Someone's been using it. まだつく。誰かが使ってたんだわ、だって。誰かが使ってたんだわ。OK。で、フラッシュライトの下に鍵がある。これは時計の鍵でしょう。電卓もある。はい。ドアの鍵にしては小さすぎる。うん。これはもう完全に時計の鍵ですね。はい。まだ大した謎という謎はない。あ、なんか電気がある。あ、待って。この白い机にあった塩は、ここにサークル状に置いてあるっていうのは、なんか悪魔払いって塩使うよね。そういうのもあんのかな。あ、っていうかあれだ。ちゃんとなんか、もうフラッシュライトつけてる。フラッシュライト電池ないのかな？大丈夫かな？
あ、これでいろいろ見やすくなるね。このエンブレムなんだろう。ど真正面の赤いやつ。よし、じゃあこれを見てみましょう。はい、あるね、なんか何かがあるね。あー、ここ設立した時のね、ジャック・ニコルソンがね、あの真ん中に入ってるかもしれないよね。ボーン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 。はい、グランドオープニング、I assume。 グランドオープニングの日。 Hey, is that the first secretary? 一等書記官じゃない？ They must have had some big plans for this place。 うんうん、そうね。いや、絶対わあ、なんかもうだんだん不穏な空気が出てきてるよね。一等書記官がいながらも、この施設は一体何の実験場だったのかと。ああ、もうなんかボルトテックの香りがしましたよ。ああ、むしろ霊能力をつけさせる謎の実験、サイコマンティスみたいな。ああ、あるね、あるね。ポーランドとロシアで、じゃあ、うん、こいつがなんか、こいつが多分トマスって感じすんだよな。ここら辺はなんか重鎮だよね、多分ね。これジャックじゃないよね。ジャック、あれ？ジャックじゃないよね、このハゲっぷりは。ジャックだとしたら、あれ、ジャックじゃんって思うもんね。Figures。ですよね。あ、いいね。ですよね。つってね。俺も言うわ。もう一回。一応押すだけ押しとこう。うん。で、なんでこんなところで隠しているのかというね。はい。今もう光のエネルギーないからな。じゃあ最後の謎はここですね。うわ、BGM が怖いわ。はい、じゃあ小さな鍵を使っていきましょう。 There we go. ビンゴで、これをこの時計を触ると、はあ、 DA、 あ、なるほど。 That's as far as it goes. これ以上動かせないか、なるほど。あー、面白い。これコントロールみたい。コントロールじゃないわ、クワンティックドリーム。クワンティックドリームじゃない、違う、クワン、なんとかクランタム、クワンタムブレイクだ、クワンタムブレイク。あ、見えた、あいつか。トマス？トマス？トマス？トマス、え、これ、これで一旦やめていいのかな？やめれん。As I moved the clock hand, I realized it was a junction between realities. これが2つの世界の接点。It's rare, but I'd seen it before. あ、そうなんだ。あ、じゃあちょっととりあえずこのトマス見てみようか。トマスなのか？そもそもちゃんと。じゃあちょっとこのトマスの思念体を。ダメだ。Don't do it. あ。I can't. あ、やっぱなんか苛まれてたのか。We must. あ。やっぱりいろいろ指示されてね、苦悩があったんでしょうね、設計者として。そしてこの設備に対してとかの思い入れ、うーん、何、どんな苦悩が。オッケー、分かった。それはで、こっちは特にまだ関係ない。これはもう別に、よし、とりあえず時計じゃあ。ちょっとずつ。消えた。おお。あ、また思念体出てきた。どういう打ち方？てか、かっこよ。この演出。じゃあこの四年体の時のトマスにも聞いてみよう。あー、なんか翼が生えてんのかな。ガではないか。
あ、なんかすごい灰色な世界。こんにちは、トマスさん。何かお悩みですか？ Wait. Wait. I can feel. Something's wrong. 何が？ It's coming. 来るか？え？一体何が起こってんの？人類滅亡の隕石が。Wait. 水星に。I can feel. Something's wrong. It's coming. 来るか？何かがおかしい。来るか。あ、いや、トマスが何かをしの悩んでるんだよね。で、それを一旦やめたんだけど、それに対して国が制裁を加えに虐殺しに来たとか。分からんな。はい、で8時。8時ってさ、あの時間割で見たら、There. Looks like a passage. うん、何かの通路かしら。なんかさ、L の様子を見に行くの、行ってるのが多分この時間帯だよね。7時から8時なんだよ。消えちゃうから、これの四年体をちょっと見ていくか。うん、はい、じゃあトマスさん。今回はうまくいくと思ったのに。時間がかかりすぎる。何を見ようとしている？一体何をしているんだよ。自白させようとしているのか。何の実験をしてんだよ。研究だね、これは。で、確かこれが L なんだよね、多分。これにあの、これの時間で考えたら、確か7時、8時に L の様子を見に行くみたいなことを言ってたから。で、L の様子を見に行って帰ってきてっていうことか。で、そっからの苦悩だ。オッケー。これ朝かな。一応時間割り的に。おお、こうやっていくとかっこいいね、これ。はい。で、開いたじゃん。もうちょい先進めてみるか。あ、またある。2回目ある。で、開いたら、5時って何やってたっけ？Looks like I'm in for another dive. そうだね、ゆったりだったね。オッケー。まあとりあえず話を。Gotta check the wire. 配線？ I'd hate to get stuck in there. 閉じ込められたらかなわんな、確かにな。オッケー。で閉じて。Spirit well. 魂の泉。I could absorb some of that energy. エネルギーを少し。やったぜ。こういう風に時間を戻した時に発す。あれ？魂の泉が発生するってことだよね、これはね。うん、で、この魂の泉って発生する理由があるはずなんだよな。で、さっきの塩？塩でサークル作ることによって、塩ってなんかさ、あったよね。塩、霊、除霊、森塩とかさ、これってどこの文化？塩をまくってやつ。取りつかれて、これ出生っていうかさ、日本だけじゃないのか。聖水？うん、聖なる塩からエネルギーをもらってんのかな。いや、ちょっと待って。これは話したから。で、こいつか。オッケー。じゃあ、こいつ、とりあえずだ、エネルギーだけはもらっとくか。で、じゃあ、
この最後の四年体を見てみましょうね。塩をまいた理由。So、お前がいないと何もできない。This, Get it together. 見苦しい。I'm so lost without you. I don't know if I can do this. 霊体。Get it together. 少女？トマスがあの少女をやったっていうのにも理由があるのかもしれないよね。うん、あ、いや、まああるよね、理由が。そりゃない、なく普通やつだこそやべえもんね。うん、でそこがこの研究で何かあるのか、むしろそっちの方が幸せかと思ってやったのか。うん、よし、じゃあとりあえずざっと見たんで、でここは今開いてないので、一旦ね戻してドアが開いている状態にしましょう。はい、12時ね、じゃない5時ね。じゃあこの状態で幽体離脱していくって感じですよね。いやけど待てよ、この状態でもいけるんですよね。どっちで行くのがいいのかな。てかありそうだよね、7時と5時で行くっていう。どうしよっかな。じゃあ7時とか、とりあえず7時の時のやつで幽体離脱行ってみようかな。じゃあ行きましょう、幽体離脱。Someone tried real hard to keep this place a secret. Wonder what's in here on the other side. L をこう研究してたんじゃないの、ここで。めちゃめちゃ豪の深そうな場所な気がする。わお、何かありすぎるね、これね。まあ、一旦とりあえずこれじゃないかな。これで、光を放つでしょ。これ、ここに乗ってるサークル。特になんかする。やばい、そろそろかな。意外とないな。じゃあとりあえずこれだけやっとくか。はい、戻りましょう。はい、電気ついた。でボタンを押せばあそこが開くと。でちょっとけど、その前に開ける前に一旦5時のパターンでも行ってみよう。あとチャージはしといた方がいいよね。何があるか分かんないから。今使えるよ、多分もう2回目は。はい。で、チャージ。チャージしときつつ。5時のタイミングでも一旦もう一回ね、幽体離脱バージョンで行ってみよう。結局両方でやるんだよ。Gotta check the wiring. これは I hate to get stuck in there. ここは何かを召喚する悪魔？これまた。悪魔を召喚するとかそういう話になるのかな。いや特にね、まあこの真ん中で一旦シールドを放ってみる、特に関係ない。じゃあこれだ。はいはい、特に関係ない。じゃあ戻ります。よし、 OK。 じゃあ最後にチャージして、チャージした上で
やることないよね。2回見に行ったし。オッケーオッケー。で、朽ちると。ああ、いいね。じゃあ最後に、ここから一番最後の状態にしてから終了にしようかな。いやー、この演出かっこいいな、ほんとに。じゃあ行きまーす。これ、ベクシンスキーの絵でさ、こういう演出とかも最高だね。はーい。あ、そうか、一応両方開けとかなきゃいけないんだ、多分。この状態にしとかなきゃいけない気がする。で、これで開けないと、両方二人でいけないよね。じゃあ、行けますか。この真ん中の絵なんだろう、ちょっと。あ、今いいや。じゃあ、押しましょう。Okay. Let's get the rest of me in there. 今度は肉体ごと入れるわね。まあ、はい。ありました。うわ、肉。うわ。どうした？うわー、どうした？あ、戻ったのか。I'll never get used to this. 戻ったのか。Shit! え？ Sadness? This isn't funny! Sadness? Sadness? Sadness がやったの、これ。Keep it together, Marianne. うわー、ライティングやば。Let's see what's in here.めちゃめちゃしっかりしている。素晴らしい。なんか妙な音楽が流れている。パンパン。うわー、怖っ。何起こるんだこれ。あ、また現像パートだ。現像よくあるのこれ。じゃ、何、現像を見てみる。I hate to think what kind of photos need this much secrecy. そうだね、やべえ写真だよね、これね。なんかの実験とかだよね。なんでこれは背景なんだろう、吊るされてる方は。カモフラージュかな。研究した時の写真だよね、これね。で、また例によって53333だよね。はい。じゃあ読みましょうか。赤いライトを忘れないように。5秒間照らしてそれぞれのトレーで3秒測る。 OK。 これはもう1回やってっからね、ジャックの部屋で。それがどういう意味なのかって話やね。はい。あ、またちょっと名前なんかテキスト変わってんじゃん。じゃあ読みましょう。写真現像処理。現像液1. 現像液。写真の光にさらされた部分を黒く変色させる。光があまり当たらなかったところはグレーの色味を帯びる。光にさらされなかった部分は髪の色のままになる。2. 停止液。現像処理をやめる。現像液の効果を停止させ、写真用紙を中性にする。3. 定着液。写真用紙から集荷銀を取り除き、画像を定着させる。はい。わかりました。これは？ Okay. I know how this works. まあそうね。I need three liquids to develop the photo. うん。あれ？位置が違う。どっちがどっち？Looks like there's a tray missing. あ、トレイが足りないよね。しかもどっちがどっちかわかんねえじゃん、これ。奥の、あ、これが、あ、なるほどね。光でここに置いてくださいで、これを取る。はいはいはい、分かってます。分かっております。あ、あるじゃん。あ、いいね。なるほど。自分で置いていくのね。これは？違う。なるほど。そうすればわかる。確かに。あ、ここにもある。停止液ね。OK。
け。いや、待て。うわ、怖い。うわ、なんか召喚しようとしてないこれは。地面のやつ。これつけ。Nope. Doesn't work. 動かない。ではないんだけどね。This should come in handy. あ、これは使えそうね。はいはい。なるほど。はい。ちょっと音怖いんだが。これは？お？マリブス。ハンマー・オブ・ウィッチーズ。魔女。Hope he's not using it as a textbook. 魔女的なやつだこれ。魔女に与える鉄槌。マレウス・マルフィカルム。すなわち魔女に与える鉄槌。魔女に与える鉄槌っていう作品あるわ。ハインリヒ・クラマー。へー、なるほど。異端神門となり、黒魔術などの邪術にアクセントを。はあ、マレウス・マレフィカーレルム、魔女の杖。へえ、それがそういうことなるんだね。実際これはあ、その裏は何？逆に。コエティア。わからん。いやー、なんかよろしくない実験をしているよね、確実に。はい。Okay. That's all of them. やったぜ。いやー、ここちょっと怖っ。どうすんの、これ。あーてかもっと本見とけばよかったな。今のやっさり取っちゃわないで、ちょっと怖いんだよな。これトレイだ。あ、違う。てかここら辺の本って超重要だよね、よくよく考えてみたら。これが研究のテーマになってたりとかするわけだから。サプレッシングザスーパーナチュラル、超能力的なこと。抑圧。Not sure I like the sound of that. サプレッシング、抑圧、超能力を、超自然現象の抑圧、哲学、唯心論者。唯心論ね。はあ。なるほど。スーパーナチュラル、抑圧。はい、了解。で、あとはもう一番なんか触りたくない感じのやつだよね。で、出れないでしょ。 OK。 現像するか、この魔術最後だよね、多分。ま、建造す一応さ。I could sense something stirring behind that symbol, like a gust of wind moving the curtain. カーテンを揺らす。こうは研究ってこんなこと研究してたの？なんか召喚しようとして、アザゼル強くなってきている。業の深い土地で悪魔を召喚するっていう感じかな。タルコフスキー、そしたらロマン・ポランスキーな感じもするしね。はい、じゃあ読んでいきましょう。強くなってきている。奴が漏れ出してきているのがわかる。俺の心に入り込んできているのが。奴は出たがっている。
出すわけにはいかない。俺がそうさせない。たとえそれが、点点点。いや、別の方法を探そう。たとえそれが、殺すとかそういう感じなのかな。うん。奴が漏れ出してきている。怨念、呪い。つけが回ってくるみたいなこともね、お墓のところに行ってたからね。エクソシスト的なアプローチ、もしかして。こことか原始的そうだけどね。はあ、土だ。灰か。灰をぶちまけてんのかな。とりあえずライティングはすげえ。この紋章はなんか有名だったりするのかな。とりあえずやってみようか。まずトレイを置くよね。はい。で順番にやっていくよ。まずは現像停止定着。どうしよっかな、どっちからやる。現像を停止定着かな。現像を停止定着、ん？あ、これが写真だよ。現像を停止定着。まあそっちの方がなんか分かりやすい気がするよね。じゃあここが現像にしようかな。え？今何をした？いや、ちょっと待って。決まってんの？場所。ああ。現像停止定着だったから、もうダメだ。定着ね。ここが定着ね。OK。定着ね。じゃあ、ここ現像にしよう。ここを、現像停止定着。あ、ちゃんとボトルを置いてくれてるわ。1,2,3 ってなってくるし。 OK。 これ無駄にバリエーションいっぱいあるから厄介だよねこれね、多分ね。で写真をまずゲットする。どんな写真ができるのかな。嫌だな、見たくないな。じゃあ行きましょう。5533だよね。5123123123。 OK。 まず置きます。じゃあ行きましょうか。せーの、12345。はい、彩色された写真で、次ここに1,2,3。はい、現像。え、ここでさ、ジャックの写真出てきたら、もうやばいよね。頼むよ。てかこのけどさ、大丈夫？ジャックじゃないなこれ。私？この襟の感じ、私じゃねえかこれ、もしかしてマリア。はい、じゃあこれ怖いな。1,2,3。はい、いや私よこれは。水に濡れた写真。1,2,3。はい、ん？どうした？あ、カットシーンか。これは私だよね。私だ。トマスは見てたって言ってたし。やべ、勝手についた。これ、ちょっとやめてよ。
悪魔。うわあ、赤子の時のやつら。何あの外のやつ。指細っ。怖っ。ちょっとやめてよ。誰か切り替えてんの。出生だ。私の出生の。ちょっと見してよ、内容。見られてる、見られてる。怖っ。怖っ。ちょっと待っちゃう、待っちゃう。裏世界だ。あ、これがもうか。うわあ、トロイベイカー。誰か隠して魂の捕捉者ってなって。隠してお願い見ないで。 Hello? Are you all right? お願い見ないで。なんだ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 こいつは。いや、え、なんかするおべ。やばい。え、こんな顔してんの。助けてくれる。あ、一応なんか、うわ、顔やば。ドクロの面をつけてる。骸骨の面つけてる。とりあえずどこに逃げんの。これ操作する。これやべえ、けどもう光がない。痛いの。とりあえず気持ちいい。やばい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 。隠れた部屋。うわやばいやばい。ちょっととりあえず、あ、とりあえず走る。置いていかない、置いていかないで。一人ぼっちで裸なのよ。ああ、早い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 。ああ、こっち。怖い怖い怖い。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、引っかかった、引っかかった。え、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 今どこ、どういう状態？待って待って、待って待って。え、今だってさ、縦開いてるね。え？まあ、しょうがない、しょうがない。そういう時ある、そういう時ある。しょうがない。いや、なるべくならね、スッと行きたいことがあるんだけどね。いや、今真ん中押しだけ休んだけどね、出てなかった。というか、エネルギー足りなかった。やばいやばいやばい、行かない。とりあえず逃げよう。あの、本体どうなってんのこれ、状況として。一人ぼっちで裸なのよ。結構ギリギリまで落ちてくるよ。Let me try you off. Oh, God. No. こっちだ。とりあえず、とりあえず、こっちかな。こういう状態。あ、こっちだ。あ、ばい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 。一応あれ真ん中押せない、真ん中押せない。とりあえず行こう、とりあえず行こう。みんなみんな、すべては私の中で終わる。どういうこと。あ、この光のあたりには来れないんだ。Not a fan of light, huh? Fucking figures. え、本体はどうなってる今。いや、あいつが言ってることをちゃんと理解したい。戻れんの？なんか、すごい音ってる。ちょっと試してみよう。言えない。戻れないの？結構ギリギリな感じで追ってきてた。そしてちょっと周りのビジュアルを楽しむところもそれどころじゃない。え、あ、しゃがめる。うわー、ビジュアルやば。これがドロイベイカー。すごい面白い声だよね。わ、首落ちたんだが。いや、そりゃ隠れるし、そんなんだったら。そういう破壊もできんの。いや、ちょっと待っちゃう。もうちょい、ここに。仲良くなれなきゃ死んじゃうよ。死んじゃう。仲
神も側も全部大事です。何を言ってるの君。うわぁ、ちょっとアセットも見たいけど、周りが。出てきてくれない。そりゃ出ないよ、さすがに。まぁ、ちょっとね、見た目で人を判断するのは良くないのかなって。ああ、これ大丈夫かな。え、今のは何？え、いいの言って。他のやつらとは全然違う。私のことか。どこにいる？こいつのこと言って考えてたらなんか。だが今はお前がここにいる。うわ、やばい。女性？男性？まず悪魔？わお、どうすりゃいいの？いいの言ってこれ。もうちょい前に行くんだったらいいか。あ、光あった、光。あそこは近づけないんだよね、多分ね。で、ぐるぐる回るフェーズになるんじゃないかな。あ、はいはいはい。なるほど。ぐるぐる回るフェーズね。オッケーオッケー。怖っ。これ走ったらどうなんだろう。けど、あの、光のところまで行けば、一旦大丈夫だよ。あ、やべ、ここは来るかな。来そうな気がする。ここ来そうな気がする。いい、いい。あー、捕まったー。スペース。あ、一応これ使えんだ。あ、一応こういうことできるよと。で、急げーっと、急げーっと。エネルギーがあればそういうことができる。で、あの光の元に、とりあえず急ごう。はい、オッケー。これだったら大丈夫でしょ。いやー、地獄だな、ビジュアルが。最高だけど。わー、こういう、本当にあったよね。はい、じゃあ行こう。ぜひにいるなって思うし。なんも見えんが。まだいけるかな。いや、これ石とかダメな人全然無理でしょ。どこに戻るんだこれ。オッケー、抜けた。とりあえず抜けた。まだ追ってくるのかな。え、本体だからどういう状態なんこれって今。今もう潜めんだろ。いや、怖っ。友達になってほしいのか、何なのか、いいかな。あ、そういうやつね。いや、まだなんかありそうだな。え、今光ないわ。光があれば掴まれても一回回避できるってこと。これ絶対落ちるよね。こーわ。いや、無理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 。いや、これ落ちるよ、これ。クイッキー。で、私が研究されてたのも、もう、え、足大丈夫それ。うわー。え？無理だー、これ落ちるー。Most people spend their whole lives seeing only a fraction of our reality. 現実世界のわずかな一部分の中で生きる。Lucky them. はい。まあね、そういうふうに思えるよね。おはようございます。やつと出会い、逃げ出し、生き延びた。まあ、何回か死んだけどね。はあ、あ、これ一番最初のオープニングのところだ。なんか、ん？ I have spent my whole life looking beyond the edges of our reality. 現実世界の向こう側が見えている。はい。
I saw things. あれは無理でしょう。あれは無理よ。またこれ見る。これ誰と話してんの？トマス？この年齢になったらね。It was anything but normal. ああ、もうことが終わった後の話だよね、これってね。Encountered anything like this. This... この大ぐらい。ザ・モーだから、モーだからね。あの、胃袋っていう名前だしね。途方に暮れた。I came to Neva looking for answers, and all I got was more questions. わからないことが増えてく一方。What was that monster? あ、そこら。Who was Thomas? ん？誰に言ってんの、これ。And what did he want from me?何の目的で、あ、そういう風にまとめてくれんの、これどの段階の話なの、今のフェーズは。あの、あれかな、バキのやつかな。ハリアン、